皆さんこんにちは。数多くのバラエティ番組に出演し、日本ではその名を知らない人がいないほど、お笑い界のスターとして揺るがぬ地位を築いている明石家さんまさん。テレビドラマ男女7人夏物語の撮影中、人知れず大竹しのぶさんと愛を育み結婚に至りましたが、お二人の結婚生活は長くは続きませんでした。だた近年になって大竹さんが復縁の可能性を匂わすような発言をされています。そこで今回は明石家さんまさんと大竹しのぶさんの馴れ初めや離婚理由、復縁の噂についてまとめてみました。それではまずお二人の馴れ初めから見ていきましょう。さんまさんは1988年9月、女優の大竹しのぶさんとテレビドラマ男女7人夏物語での共演をきっかけに交際し、結婚に至っています。実は大竹さんはさんまさんとの結婚前、テレビディレクターの服部春治さんと結婚し、2年後には男の子を出産していたのですが、服部さんは1987年に他界。その後大竹さんはシングルマザーとして息子さんを育てられていたのですが、大竹さんによると、そん中支えてくれたのが男女7人夏物語で共演したさんまさんだったそうで、その頃はまだ友人関係だったそうですが、夜眠れない時にいつも必ず電話の相手をしてくれた。2時でも3時でも4時でもと当時の状況を明かされています。ただ当時のさんまさんは日本一モテる男と言われるほどの人気者だったため、普通に恋愛ができなかったそうで、結婚しないと恋愛ができない状態だったので、しちゃったと人前に一緒に出るには結婚するしかないと考え、結婚を決めたとのことでした。ちなみにさんまさんと大竹さんの元夫服部さんはもともと一緒にテニスをするなどの交流があり、服部さんは亡くなる前、自分が体調が悪く遊べない分、しのぶのことをどうぞよろしくお願いしますという手紙をさんまさんに渡されていたそうなので、そういう意味でもさんまさんは大竹さんのことを気にかけていたのかもしれません。ところで男女7人夏物語でのさんまさんと大竹さんの共演はすんなり実現したわけではなかったそうです。男女7人夏物語で監督を務められた庄野次郎さん、情報番組のレポーターの小川みどりさん、当時アシスタントプロデューサーだった沼田道次さんの3人の対談によると、庄野さんがある時東京赤坂周辺を歩いていると、プロデューサーの竹恵子さんから声をかけられ、脚本家の鎌田敏夫先生を抑えたからあんた撮ってよと、テレビドラマ男女7人夏物語の監督を頼まれたそうで、その後鎌田さんに会うと、その時点ですでに主役はさんまさん、相手役は大竹しのぶさんというキャスティングが決定していたのですが、大竹さんの事務所からはお笑いの人が主役の作品には出せないと、なかなか OK の返事はもらえず、かといって鎌田さんとしてはさんまさんの相手役は大竹さんしか考えられなかったそうで、最終的には主役はお笑いの人でもいいけれど、鎌田先生が私を主役として書いてくれるならと大竹さんが言い、さんまさんとの共演が OK となったのだそうです。ちなみに庄野さんはその後メインキャストが集まって初めて立ち稽古をやった際、さんまさんと大竹さんの掛け合いのリズム感が抜群で、息のぴったり合った演技を見て大きな手応えを感じられたそうです。テレビドラマ男女7人夏物語では息の合ったやり取りを見せ、成田空港でのラストシーンではお芝居ともつかぬ感動的な演技を披露されたさんまさんと大竹しのぶさんは、再び共演された映画イコカモドロカの記者発表の時にはすでに交際の噂がささやかれるようになっており、お二人の関係を追求する記者が多い中、そういう関係じゃないからとさんまさんも大竹さんもツーショットを撮られるのを嫌がり、監督である庄野さんに二人の間に入ってもらっていたそうですが、それからほどなくして報知新聞によりお二人の結婚がスクープされます。ちなみに男女7人夏物語のアシスタントプロデューサーだった沼田道次さんによると、友人のスポーツ日本の記者から報知がさんま、しのぶ結婚という記事を出すらしいけれど
それは本当か?と朝早くに確認の電話があり、それは絶対にない、誤報になるからやめておけと忠告したことがあったそうです。恋愛ドラマを制作していると主役の二人の雰囲気が独特なものになることはよくあるものの、結婚まで至ったケースはほとんどなかったため、さんまさんと大竹さんが結婚することなんて絶対にないと思われていたからの発言だったそうです。それほどさんまさんと大竹さんは慎重に交際されていたのでした。こうして密かに愛を育み結婚されたお二人は、1989年には娘の今るさんが誕生し、幸せな結婚生活を送られているかと思われたのですが、1992年には離婚。結婚当初は主婦業と育児に専念していた大竹さんですが、やはり女優を諦めることができなかったそうで、今るさんが1歳半くらいになった頃、主婦って大変な仕事なんだけど女優に比べると喜びが少なかった、次第にお芝居がしたいとムズムズしてきたとさんまさんにその気持ちを打ち明けると、さんまさんがそれを了承してくれたそうで、ちょうどオファーがあった朗読劇で女優業に復帰されたそうです。ただ、さんまさんが家庭では女優を捨ててほしいと願っていたことから、大竹さんは家庭では良き妻、良き母であろうと頑張ったそうですが、次第に女優を後ろめたい気持ちでするのが耐えられなくなったそうで、大竹さんはある時、一生女優でいたいとはっきりと自分の気持ちが分かり離婚となったのだそうです。そんなこのいる親としてはどうかと思われる理由で離婚されたお二人ですが、2020年に放送された誰も知らない明石家さんまで普段は見せないプライベートを大公開した際、実情でタレントの今るさんだけではなく息子の日花さんが初めてカメラの前で顔出しインタビューに応じたのです。今まで出会った人間の中で一番かっこいい、素晴らしい、最高の父親です。そう、さんまさんについて語った日花さん。日花さんは上記した大竹さんの前夫である服部さんとの息子さんです。血のつながりのない新しい父親を相手にこの感想が出てくるのは、とても信頼関係ができている気がしますね。さらに日花さんは父親としてのさんまさんの印象についてこう語ります。テレビと何一つ変わらない、周りに人がいるともてなす、楽しませないといけないと根底にある、家族に対してもです。さらに業界でささやかれているさんまは寝ないという都市伝説に対しても聞いてみたところ、寝るところを見たことはあるかと本当に聞かれるんですけど、本当にないです。寝顔なんて記憶にないです。誰よりも遅くまで起きて誰よりも早く起きる、絶対真似できないですと笑い交じりに答えていました。本当のお父さん、自慢のお父さん、ずっと一緒にいてくれる人と息子としての気持ちも吐露していた日花さん。ところが1992年、さんまさんと大竹さんは電撃離婚という結果に至ります。さんまさんは記者会見を開いて仕事に対する考え方の違いと離婚理由を語りますが、日花さんも当時を思い出して夫婦の仲は良かった、全く気づかなかったというほど全く離婚の予兆は見えなかったようです。突然の両親の離婚について、悲しかった、つまらなくなったと思ったと当時の正直な気持ちを告白した日花さん。一般的には日花さんとさんまさんは血がつながっておらず、実の母が離婚してしまうと他人になってしまうと思われるでしょう。しかしこの離婚過程において衝撃の約束が夫婦の間で取り交わされていました。それはさんまさんが離婚協議の際に大竹さん側の弁護士に対して出した離婚条件にありました。日花さんと今るさんの親権を大竹さんが持つと同意した上で、子供との面会交流の回数を提示することに。通常であれば月1回または週1回のケースもあれば、離婚夫婦によっては面会の約束もせずに親子の交流が途絶えることもあるでしょう。ここでさんまさんが要求した子供との面会交流の回数がこれです。月30回。月30回には弁護士も驚いたようですが、つまりは毎日会う、お互いに会いたい時に会うということです。
日本では離婚によって片方の親子の縁が薄くなりがちですが、さんまさんは夫を辞めても父を全うしたいとの決意かもしれません。これに母としての大竹さんも同意したわけです。そしてこの子供には実情の IMALU さんだけではなく、血縁関係がなかった二千翔さんも同様に含まれていたのです。寝る場所こそ違うが、どんなに仕事で忙しくても時間さえあれば子供との交流を変わらず続けてきたさんまさん、その父と息子の変わらぬ関係は二千翔さんがさんまさんへ送った要望から伺えます。無理かもしれないけど健康には気を使ってほしい、ずっとそばにいてほしい、ずっとそばにいてほしいという言葉は今までもずっとそばにいてくれたことの証左でしょう。さらに今でも交流があるという父と母の関係についてはこう語ります。むちゃくちゃ仲いい、お互いに相手を尊敬しているならば復縁はあるのでしょうかと聞くと、ない、絶対うまくいかない、近すぎると喧嘩する、今ぐらいがいい、そう笑いながら復縁を完全否定する二千翔さん。お二人も別のインタビューにて、IMALUさんの誕生は良かったが若い頃の自分たちに結婚は良くなかったと語っています。今であれば結婚生活を続けられるかもしれないけれどと大竹さんは語っていましたが、お二人を見ていた息子さんが言うのであれば、今の距離感のお二人が一番ちょうどいいのでしょうね。いかがでしたでしょうか。今回は明石家さんまさんと大竹しのぶさんの馴れ初めや離婚理由、復縁の噂についてまとめました。優しいお父さんだったことがわかり、なんだかほっこりしますね。これからの活躍も期待していきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。